再開されたばかりの舞台で集団感染が起きています。はい、こちらで見ていきます。まず新宿にあります新宿シアターモリエールで、先月30日から今月の5日で行われていた舞台で関係者30人の感染が確認されました。その30人の内訳見ていきますと、まず俳優の山本裕介さんをはじめ出演者が16人、そしてスタッフが5人、観客にも9人の感染が確認されています。また映画コメンテーターの有村昆さんは2回観劇をした後で出演者らと挨拶を交わしていたということなんです。さらに主催者によりますと、出演者の1人が公演の途中で体調不良を申告していました。ただ抗体検査を行ったところ陰性で、また体温が規定の範囲内だったことから出演を続けていたということなんです。これ検査が PCR 検査でなかったっていうところも少し気になるんですが、少しでも体調が悪いのなら慎重な対応をしていれば違う結果になったかもしれないですよね。そうですよね。もちろん感染症対策としてはこのようにですね、座席を減らしたり検温、消毒、マスクの徹底に加えて、休憩時間には換気を行ったりですね、密を避けるために楽屋に関しては3箇所に分けて設置していたということなんです。はい、そして実はさらなる感染の恐れが出ていまして、こちらです。感染した出演者1人が陽性反応が出るまでの間の今月6日に別の舞台にも出演したということなんです。今回の舞台を中心にした集団感染について小池知事は、こちらイベントも多くなるので今後の進め方に関わってくると話し、会場と主催者を調査すると話しています。